9月21日、A、B、C、Z の河合郁人、35、が12月21日でグループを脱退し、個人で活動を続けていくことがジャニーズ事務所の公式サイトで発表された。初出8月1日、元 V6 の三宅健、44、元キング&プリンスの平野紫耀、26、と神宮寺勇太、25、元インパクトワズことインプ、など、滝沢秀明氏、41、の新会社、株式会社トベイのジャニーズタレントの流出が止まらない。8月末に退所予定のキスマイフット2、北山宏光、37、9月末退所予定の元キンプリ、岸優太、27、元ベイの合流が濃厚と見られている。芸能プロ関係者は話す。2008年結成の A、B、C、Z にも今、様々な話が持ち上がっており、トベイのゴール説も浮上していますね。2012年にデビューした5人組グループですが、ファンや本人たちも認めているように、他のジャニーズグループに比べるとそれほど売れてはおらず、地方局でレギュラー番組はあるものの、テレビ出演の機会も少ない。ジャニーズの先輩のモノマネがきっかけで、河合郁人さんだけは2020年頃からバラエティ番組に引っ張りだこですが、それ以外のメンバーはそれほどですし、グループとしての上がり目もなかなか厳しそうですよね。そのため、河合さんはジャニーズ事務所に残留するものの、それ以外のメンバーはトベに合流するのではないか、とも言われているんです。ジャニー喜多川氏、享年87、の加害問題は国連問題になっており、8月4日にも人権理事会のメンバーの非常に厳しい会見がありましたが、まだ現状では、ジャニーズを離れたらテレビに出られなくなってしまう。ですから、河合さんは絶対にそれは避けたいと。そのため、A、B、C、Z はキンプリやキスマイ的な分解をしてしまうのではないか、と関係者の間では話されています。河合郁人は関ジャニ∞、村上信五になりたい。河合は、ザ少年クラブ、NHKBS プレミアムの MC のほか、ゴゴスマ、ゴーゴー、スマイル、CBC テレビ、TBSK、ローカル路線バス折り継ぎ対決旅、陣取り合戦、地方局の番組などにも出演している。前室の芸能プロ関係者は続ける。実は、河合さんは、関ジャニ∞の村上信五さん、41、になりたいと周囲に話しているそうで、村上さんみたいに MC をやって番組を回していきたいという目標を持っているそうなんです。現状は村上さんほどではないですが、確かに MC を任される機会も増えてきていますよね。もちろんグループでも頑張っていきたいのでしょうが、A、B、C、Z はジャニーズでも最も CD が売れないグループとも言われていますし、塚田僚一さん、36、は体調不良のため活動を休止中。他のメンバーもキー局では見る機会がそれほど多くない。グループの X、Twitter も河合さん、橋本良介さん、30、戸塚翔太さん、36、ぐらいしかアップしておらず、それもそれぞれでやっていますからね。やはり、グループとしてはなかなか上がり目がなく、河合さんはピンで仕事を増やし、目標の司会業につなげていきたい。そうした思いが強いのではないでしょうか。元スマップメンバーで唯一、ジャニーズ事務所に残留した木村拓哉さん、50、ではないですが、河合さんだけが事務所に残り、他のメンバーはトベに合流するのではないか、と囁かれていますね。前室の芸能プロ関係者。A、B、C、Z はキンプリ、キスマイ、スマップのような分裂の道をたどっていくことになるのだろうか。画像、グラさんが素敵。河合郁人、ワイルド武将姫&サングラス、プライベート感あふれるドアップ自撮り。河合と橋本は7月22日と23日に放送された FNS 27時間テレビ、フジテレビ系の逃走中のコーナーに出演。河合はテレビ熊本の代表として、橋本は岩手面恋テレビの代表として奮闘した。